中国お願いいたします。大家好，我是陈静，今天也请多多关照 Q1 土曜日です。そして明日も時間ありますので、今日は南拳北腿、北腿つまり基本のあの拳法の中に技多いのは足ですね。北腿中の斜拍脚と二踢脚二つの動き連続してやりますので、よかったら挑戦してみてください。はい、まず見本しますので一回見てください。はい、皆さん先にあの見て大体わかりますね。はい、一回ゆっくりやります。まず用意して、そして右の足一歩、左足斜拍脚、反対斜拍脚、次左の足上げてから右二踢脚いきます。はい、もう一回ゆっくり号令かけて一緒にいきますね。はい、4 1 2 3。はい、 OK。 最後一回号令にかけて、最後一回一緒にやります。そして最後もう一回一緒にやりますので、あと2回ですね。はい、4 1 2 3。はい、 OK。 最後一回いきます。最後一回いきますよ。はい、4、はい、はい、皆さんいかがですか。まあゆっくりやりましたので、ね、足高くなくてもいいので、ね、膝叩いて、そしてはい、足後退して、やっぱりどん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 股関節とか自分の柔軟性、こういう動き総合的に練習していくとね、いろいろなところあの、つまり部分的じゃなくて全身総合的に練習することができますので、無理せず一緒についてきて見ていただいたら必ず変わりますので、はい、それでは今日ここまで終わります。また明日、バイバイ、再见。